はい、それではデザイナートラックの次のセッションを始めます。次は実践オリジナルテーマで作るスマホサイト&マルチスクリーンサイトということで谷口さんにお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。H2Spaceの谷口と申します。私の方からはですね、今ご紹介にありましたこちらの、あ、はい、ありがとうございます。よろしくね、すいません、グダグダと始めてしまいました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。オリジナルテーマで作るスマホサイト&マルチスクリーンサイトということで始めていきたいんですが、今日のスライドですね、全員分私のも含めて配布されますので、で僕ちょっとですね、時間配分間違えて60枚ぐらい作っちゃったので、ダーッて飛ばすところがあるので、後でお土産用に残しておきます。で、私、谷口誠と申しまして、ツイッターセルツァーというちょっと分かりにくいアカウントでやらせていただいてます。これドイツの水の名前なんですけれども、こういうですねセルツァーという水が売ってまして、まあ、ピュアと書いてあるんですけれども、こちらのアカウントでやらせていただいています。で、こんな本を去年の12月ですかね、出させていただきましたというところで、マカロン本と呼んでいただいてるんですけれども、こちらの話をしていきます。でちょっと余談なんです、いきなり余談なんですけれども、まあ、このスマホのセミナーを僕も1年ぐらいずっとこういろいろやってるんですけれども、その間にですね、いろんなこうスマホの用語っていうのが出てきまして、最近私も知らない言葉っていうのが出てきてたので、ちょっとまとめてみました。ガラスマ、ご存知でしょうか。まあ、これはなんとなくわかりますよね。ガラパゴススマートフォンということで、国産のメーカーが作っているスマートフォンのことをガラスマと呼ぶそうです。じゃあそれに対してグロスマは何かっていうと、これまあグローバルなスマートフォンということで、HTC とか、サムソンとかが、出しているスマートフォンのことを言うそうです。さらにスマ系、何かと言いますと、2つ折り形態のスマートフォン、 Android 端末出てきてますが、それのことをスマ系と呼ぶそうです。まあ、これはソフトバンクが勝手に呼んでるだけなので、もしよろしければ呼んであげてください。はい、であとですね、 WP といえばワードプレスですよね、皆さんね。ですがスマートフォンの業界ではこれですね、 Windows フォンのことも WP と呼ぶので、非常にこうややこしいんですけれども、負けるのはワードプレスということで頑張っていきましょう。では本題です。まあ、スマートフォンサイトなんですけれども、まあ、1年ぐらい前はですね、まあ、スマートフォンってもうバブルだったので、もうとにかくスマートフォンサイト作りたいんですと、かっこいいサイト、ヤフーに負けないようなサイト作りたいんですっていう要望が多かったんですけれども、最近ちょっと皆さんこう頭が冷えてきてですね、スマホサイトって本当に必要なんだろうかっていう議論が少し出てきているんですね。で、まあ、一つはスマホサイトなしという結論、これワードプレス .org ですね。今回私そのスマートフォン の, サイトのお話してくださいって頼まれたのに、ワードプレス .org、 お前がスマホサイト作ってないじゃないかっていう感じなんですけれども、.org は作っていません。 .com の方は作ってるんですけれども、 .org はこのように PC サイトがそのまま表示されます。で、まあ、やっぱりそのまま表示されるっていうのは、相当スマートフォンに、こう意識して、PC サイトを作ってあげないと、まあ、制作者側はすごく楽なんですけれども、文字は読みにくくなってしまうし、リンクもタップしにくいと、いちいちこうピンチンピンチアウトで拡大しないといけないよねっていうところで、やっぱりスマートフォンサイトって必要なのかなというのはあります。で、まあ、そこをまとめますと、画面サイズがやっぱりスマートフォン小さいので、文字がどうしてもちっちゃくなっちゃう。で、しかも回線が遅いので、PC のそのコンテンツを全部読み込ませるっていうのはかなり負担がかかるわけですね。で、さらに操作を指で行いますので、その、ボタンとかの大きさが、文字リンクとかだけだと押しにくくなってしまうというところが欠点としてあります。では、やはり、まあ、スマートフォンを専用サイト作りましょうかと、ヤフージャパンとかそうですね、ネイバーとかもそうですし、さまざまなサイトが今スマートフォン専用サイトというのを作っているんですけれども、でまず、ワードプレスでそのプラグ、スマートフォン専用サイトを作る場合というので、一番代表的なのはこれ、先ほど小森さんのセッションでも出てきましたが、WP タッチプラグインですね。これが今一番手軽かなという気がします。実際使い方としてはちょっとムービー撮ってるんですが、今これ、2010のテーマですね。でスマートフォンで見ても一緒ですよねと。でダッシュボードに行って、プラグインをインストールします。まあ、ここではちょっとインストール済みなので有効化しましょうと。はい、で有効化してサイトに戻ると、こちらは全然何も変わってないですね。でスマートフォンの方で見ると、このように専用のサイトに変わると。で WP タッチかなり高機能でして、こちらの管理画面からですね、かなりの数いろいろこうカスタマイズが行えます。で例えばアイコンをサファリからノーツに変えますということで変更して、ポチッとボタンを押すと、この
左上の部分ですね、今サファリのアイコンなのがこのようにノートのアイコンに変わるということで、デザインを変更したりですとか配置を変えたりとか色合いを変えたりとかっていうことをほとんどこの管理画面で行うことができるので、かなりですね使いやすいプラグインかなという気がします。で、まあ、導入非常に簡単ですね。ワンタッチで導入ができます。でしかもデザインのクオリティも非常に高いんですけれども、もうちょっとその WP タッチらしくないサイトにしたいという時の変更は若干難しいかなというのが欠点ですね。で同じようなものは、なのでこういったブログサイトとかですね、まあ、いかにもそのワードプレスを2010とかのテーマで運営してますというサイトには非常に手軽に導入できていいのかなというところはあります。でその他にもこれもさっき小森さんもいろいろご紹介されてましたけれども、私もいくつか調べたところ、モバイルプレスとか WP タップニュースタップニュースプレス、ワードプレスモバイルパックなどなどもうちょっといくつかありましたね。いくつか試してみたらこの辺が良かったので、皆さんもいくつか試してみていただくといいかなと思います。まあ、WP たちが今のところ一番いい感じでしたね。はい。で、WP タッチのようなその、いかにものデザインを使わずにオリジナルのデザインでやりたいという場合には、こちらのユーザーエージェントテーマスイッチャーというこちらのプラグインを使っていただくと非常に便利です。これもちょっとムービー撮ってるのでご覧ください。今これ同じ2010のテーマですと。でダッシュボードに行っていただいて、プラグインのところからユーザーエージェントテーマスイッチャーというこちらのプラグインを有効化します。そうするとですね、メニューのところにテーマスイッチャーというメニューが、ちょっとこれじゃ切れちゃったんですけども、テーマスイッチャーというメニューが増えるので、ここでタグズというところからモバイルというのを選びます。そしてテーマを選ぶんですね。ここではちょっと私が専用に作ったワードキャンプというテーマを選んでセーブしました。そうするとですね、全てのこのブラウザーに対して、その切り替えが発生するっていうことが、管理画面から、分かります。そしてリロードするとこのようにテーマが切り替わる。PC の方はそのままという状況ですね。はい。でこれはですね、今出てきた通り、そのユーザーエージェントといいまして、各ウェブブラウザーが固有に持っている情報というのがあるんですね。これは iPhone の Safari ですとか、これは Chrome のブラウザーですというような、そういった情報があるので、それを認識してテーマを、なんとか A というテーマから B というテーマに切り替えるということができますので、その B というテーマをオリジナルで作ってあげれば、このように切り替えることができるということです。オリジナルのテーマの作り方はこの後ご紹介していきます。でただですね、このユーザーエージェントスイッチャーなんですけれども、ちょっと現状のバージョンではバグというかですね、仕様なんですかね、あります。一つは iPad が iPhone として認識されてしまいます。今ですね、トレンドとしては iPad というのは iPhone よりも画面がかなり大きいので、 PC のサイトをそのまま表示するっていうのがトレンドなんですね。で今このユーザーエージェントスイッチャーは iPad も iPhone として見なしてしまいますので、それを直しました。それから Android がこのテーマには入って、プラグインには入っていなかったので、 Android も付け足しました。でこのスライドを共有しますし、僕のブログにですね、これのやり方紹介しているので、もしすぐ知りたければ私のブログをご覧ください。でこのテーマスイッチャーを使ってあげればオリジナルデザインを利用できますし、エージェントに合わせて細かく制御することができると。ただしテーマを新しく作る必要があるよねというところですね。さあここからちょっとバッとぶっ飛ばしたんですけれども、スマホサイトデザイン時の注意ですね。スマホサイトというのを見ていただくと分かるんですけれども、結構特徴的なところがありますね。まず一つ、その横スクロールというのが今のところほとんど発生しません。縦に縦にとスクロールしていきます。それゆえにその横幅というのを 100% で作りますので、解像度が高かろうと低かろうと画面のサイズに合わせてフィットさせますと。なのでその全幅の画像ですねというのは切れちゃうので、それが切れないように作らないといけないよねとか、それから、回線が細いので画像は使わずにできるだけ CSS3 でやらないといけないよねとか、で、JavaScript で、動きを表現しないといけないよねというところを細かくこう説明してるんですけれども、これちょっとお土産用に用意しているので、後ほどじっくりご覧ください。はい。でスマホサイトに入れたい要素とかですね、こんなのも書いてます。さあ、自分でこう作っていくのもいいんですけれども、やっぱり面倒くさいよねっていうところがありましたら、今非常にこう注目されているのが jQuery モバイルというものですね。ちょうど1ヶ月前というか今月ぐらいに正式版というのが出たんですけれども、いよいよこうどんどんいろんなサイトで使われていくんじゃないかなという気がするんですが、 jQuery モバイルですね、使ってテーマを作るとこんな感じになります。これもムービー撮ってるんですが、
JQuery モバイルを見ていただくと分かるんですが、いかにも JQuery モバイルっていう感じのサイトなんですよね。すごく動きはスムーズですし、見た目もすごくいいですし、操作もしやすいんですけれども、やっぱりこう JQuery モバイルらしさっていうのが抜けないという欠点があります。はい、まあこう動きの演出とかも非常にいいんですけどね。JQuery モバイルなんですけれども、名前がですね JQuery とついているので、結構プログラマーじゃない方は私には難しいんじゃないかなっていうふうに思われる方も多いんですけれども、実際には JQuery モバイルって単なるデザインテンプレートなんですね。 JavaScript 一切出てきません。なので本当にすぐに触っていただくことができますので、もし興味があればですね、どんどん触ってみてください。で、先ほどみたいにその横にスライドする動きですとか、ボタンがへっこむような動きとか、そういったものをすごく簡単に、実装できますので、これもぜひ試してみてください。で、ただですね、実際にその JQuery モバイルで私テーマを作ってみたんですけれども、 HTML のタグに少し制約があるんですね。例えばリンクをボタンらしく見せるためにはこのタグにこういう属性をつけてくださいみたいな指定があるんですけれども、それとワードプレスのそのページネーションですね、ページングのため の, タグっていうのの生成できるタグがですねちょっと違うんですね。なので素直にはですねボタンが作れなかったりします。その辺をやりだすと結構めんどくさくなってくるので、おすすめはですね JQuery モバイルを使ったテーマというのがすでに世界中で配布されてます。なのでそれをダウンロードして必要な部分だけをカスタマイズして作るっていうのが皆さんには非常にやりやすいんじゃないかなというふうに思います。ということで、スマホサイトを専用に作るという方法なんですけれども、これは制作者側の負担がすごく大きいですね。作るのは非常に大変ですし、表示や動作確認はもっと大変ということです。で、あと利用者もですねちょっとその専用サイトっていうのは反感を持っている人もいまして、同じサイトに来ているはずなのに昨日 PC で見た状態と携帯でスマホで見た状態がちょっと違うじゃんっていうふうにクレームになる場合もあります。なんかこう探してたオークションっていうリンクがないじゃんみたいなことっていうのがあったりするわけなんですね。なのでこの専用サイトっていうのも結構大変かなというところがあります。はい、まあその辺のことをだと書いた感じですね。ということで、まあだからといってそのスマホ専用サイトいらないよねっていう議論にはならなくて、ブランド価値としてですね、どうしてもやっぱりスマートフォンを、活用しているユーザーに向けた、何かコンテンツを作りたいということであればもちろん十分活用できるんですけれども、そういったブランド価値とかを考えていただく必要があるのかなというところがあります。で、さらにですね、最近やっぱりこう状況がどん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 変わってきています。先ほどの小森さんの話とまた重なってしまうんですけれども、画面サイズがやはり非常に多様化してますね。ガラケーみたいなすごく小さな画面もあれば、こちらのですねノートパソコンみたいな、Asus のトランスフォーマーというものなんですけれども、ノートパソコン並みの画面を持ったタブレットというのもあったりですとか、 iPad なんかも非常に中途半端な大きさをしています。こういった画面サイズが非常に多様化していたりですとか、でやっぱり Android がですね非常にスマートフォンサイト作り始めると大変なんですね。例えば、ビューポート、ちょっとここでは取り上げなかったですけれども、そういったビューポートという知識とかメディアクエリ、これちょっとこの後お話ししますが、こういったものが仕様通りに動かないということがあったりですとか、だから、同じ Android なのに例えば東芝製のものと HTC 製のものは全然動きが違うというような端末ごとの癖があったりとか、でそういったその検証すべきバージョンとか端末がですね、今今月の時点で90何機種という形でもうすぐ100機種に届くということなんですね。なのでそれを全部検証するのかということになると非常に大変です。でさらに、Windows Phone というものが8月に出ました。でそれで実際ウェブサイトの方を見てみるんですけれども、今ですねちょっともう一回ムービーいきますね。これ今センチャタッチというサイトを見てるんですが、ちょこっと崩れてるんですよね CSS が。でさらにセンチャタッチ中のサイトというか中のページに入っていくと、はい、画面がですね真っ白になってしまいました。でこれ別にロードが終わってないわけではなくて、これでロード完了なんですね。つまり、これまで iPhone とか Android で普通に動いていたウェブサイトが Windows Phone では全く動かなくなっています。でなぜかと言いますと、その Windows Phone に搭載されているウェブブラウザーというのは iPhone とか Android と違ってインターネットエクスプローラーがベースになっているんです。
ですね。まあ、結構こうウェブの制作者からすると IE と聞くとドキッとしちゃうと思うんですけれども、その、IE が搭載されています。で、IE のしかもですね、デスクトップで作られていたブラウザーがほぼそのまま乗っかっているので、これまでスマートフォンにあったタッチイベントという指での操作が前提になっていないんですね。なので指をマウスとして認識しているので、タッチイベントというのが実装されていません。なのでこれまで作ったスマホサイトはまず活かせないと考えていただいた方がいいんですね。でさらにこの先なんですけれども、非 PC 世代というふうによく新聞なんかで最近報道されていますが、まあ、やっぱり起動するのめんどくさいよねと、 PC の場合こう広げて電源入れて数十秒待ってようやく起動というようなことが面倒なので、基本情報収集はスマートフォンでやってますというのが若者とか、それから主婦層の方とかですね、そういった方々に多くいます。なのでそのこれまでのように PC でウェブサイトを作ってそれをスマートフォンとか携帯にどう展開するかっていう考え方ではなくて、モバイルファーストと言いまして、スマートフォンとか携帯で基本ウェブサイトって見ますよねと、で PC で広い画面で、たまたま見られた時にそれをどう展開するかっていう考え方に、こうウェブの制作者がですね、考え方を変えなければいけないというのがモバイルファーストの考え方なんですね、という時代に突入します。ということで、やはり、必要なのはこちらのマルチスクリーンサイト、先ほども出てきましたがレスポンシブウェブデザインと呼ばれるものですね。今日はこれが主役です。残り半分こちらの話をしていきます。マルチスクリーンサイトですね、まあ、どんなものかというのはもう皆さん結構見てると思うのであれなんですけれども、ちょっと面白い事例いくつか持ってきました。これが一番スマートな感じです。シンプルな感じですね。こう縮めていくとパッとレイアウトが変わる、で広げるとまたパッと変わるというだけのもの。これ非常になんていうか古めかしいというか、ずっとあったレスポンシブウェブデザインの一つですね。で次が、こちらですね、ティームポーズチカゴというサイトなんですけれども、画像が、画面のサイズに合わせてニュ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 と縮むと、でレイアウトもそれに合わせて、こう縮んでいくというウェブサイト。最近こういったその画像の大きさをこう変えてあげるっていう事例が非常に多くなっています。あとこれもですね、面白いんですね。縮めていくと、おっさんの顔が変わるというですね。広げるとまた変わると。はい。まあどうでもいいんですけれども、こういったものもありますということです。まあこういったそのサイズを変えてあげると、それに合わせてレイアウトとかさまざまなコンテンツが変わるっていうのがレスポンシブウェブデザインですね。ではですね、そのやり方を、10分ぐらいでちょっとだっとお話ししてみたいと思います。で今からやっていくデモなんですけれども、この後のスライドに全部内容書いてますので、これも全然メモとかしていただく必要ないです。見るだけ見ておいてください。でまずですね、今日取り上げるサイトとしましては、ちょっとですね、実験的なサイトだったので、手前味噌で申し訳ないんですけれども、弊社のウェブサイトですね、こちらの、あ、今インターネットにつながってないですね。後でこちらテーマを切り替えれば出てくるんですが、ちょっと弊社の、宣伝サイトになっちゃうんですが、それを使っていきたいと思います。あ、大丈夫です、インターネットなくて。はい。でまずやり方としてはですね、こちらですね、こういったサイトを今日は取り上げていきます。でまず作り方なんですけれども、普通にですね、デザインを起こして、そして、PC 用のこちらの、ちょっと今崩れてますが PC 用のウェブサイトと、それから、こちらのスマートフォン用のウェブサイト、これを2つ2ページですね作りました。でこれをその、レスポンシブな形で切り替えていくんですけれども、コーディングする時のですね、特徴としましては、まずこちらの div 要素とか、セクション要素とかそういったものがあるんですが、そのあたりの ID 属性とかクラス属性っていうのを、スマートフォンと PC で全く同じにしてあげます。構成を全く同じにしてあげます。それから画像とかは全て、PC 用スマートフォン用で作っていただいて構わないんですけれども、その時にファイル名だけは全く同じにしてください。でこの例えばシェアードの IMG というフォルダの中に入れるんですが、 PC というフォルダの中とタッチというフォルダの中に全く同じファイルの名前が2つ並んでいます。なので例えば、TTL プライ、ですね、どうしようかな、セクション1、カリキュラム
はい、という、こちらの画像とタッチの中にも同じ画像が入っているということですね。あ、例が悪かった、じゃあ BTN01 ナビ、はい、BTN01 ナビということで、あの大きさの違うですね、例が悪いな、これ見ましょうか。まあいいや、あのそういう形ですね。同じファイル名で入れてあげるというのが、あのコーディングをするときのルールです。でこうしてあげると、切り替えることができるんですけれども、でまずですね、ワードプレスのテーマを作っていきます。あのワードプレスのテーマ作ったことないやという方いらっしゃるかもしれないんですけれども、すごく簡単なのでぜひちょっとここで覚えて帰ってください。テーマの作り方なんですけれども、WP コンテンツの中にテーマ図というフォルダーがあります。でこの中にですね、好きに、フォルダー名をつけて、まずは、フォルダーを作ってあげてください。例えばここではワードキャンプと入れます。で必要なファイルは2つだけです。まず index.php というファイル、これですね、中身何も書かなくて構いません。ここではちょっと index.php って書いておきますけれども、で、もう一つこちらが、style.css。でこちらはちょっと書くことがあります。このようにスラッシュアスタリスクと書いてあげて、テーマネームとコロン書いてあげて、ここに好きなことを書いてあげてください。で、アスタリスクスラッシュというふうに打ちます。そうするとですね、これだけでテーマは出来上がりますので、ダッシュボードの、はい、テーマという中にこちらですね、ワードキャンプっていうテーマ名が入ってます。で今ここ匿名とかになっちゃってて、本当は配布するときにはきちんと著作名とかを入れなければいけないんですけれども、自分だけが使うのであればその他の情報はいらないので、このまま有効化します。はい、で有効化しましたと。サイトを表示するとすると、さっき書いた index.php というのだけが出てくるんですが、これでもテーマとしては一つ完成です。なのでここからカスタマイズをしていくわけですね。で、もう一つ便利なのがホーム .php という PHP ファイルなんですけれども、これは何かというと、このファイルを作ってあげることでトップページを作ることができるんですね。ここが今ホーム .php に変わりました。ワードプレスでトップページをブログらしくしたくないときには、このホーム .php というファイルを作ってあげてください。そしたらこの中にですね、さっきコーディングをした、2つのファイルのうち、スマートフォン用の HTML をコピーしてあげます。さっきお話しした通り、モバイルファーストの考え方なので、PC 用のサイトをまず作るのではなくて、最初にスマートフォン用のサイトを作ってあげます。で、このようにすると、まず、流し込まれますね。で、CSS とか画像が今切れてます。で、CSS とか画像なんですけれども、あのテーマの作り方っていうのをですね、ノウハウを覚えようとすると、このテーマのフォルダの中に画像とか CSS を入れてくださいっていうふうに書かれてるんですけれども、それもテーマを後で誰かに配りたいという時にはそのルールに従う必要があるんですが、自分だけで使う時にはそのルールは必要ありません。なので僕なんかの場合もこのシェアードっていうフォルダを普通にですね、ワードプレスのトップフォルダにコピーしちゃいます。そうすればパスも非常にシンプルになりますし、ここですね、でパスもこういった形で非常にシンプルな状態で保てますし、メンテナンスもすごくしやすくなるので、こういった勝手ルールといいますか、勝手テーマを作るときにはあまりこう厳密にルールに従わなくて構いません。で続いて何をやるのかといいますと、こちらですね、ごめんなさい、これじゃなくて、はい、こっちですね。はい、まずここで CSS が読み込まれています。はい、このですね、CSS の部分を、こう書きます。メディアイコールオンリースクリーン&マックスウィデス799ピクセルで、もう一つがオンリースクリーン&ウィンウィデス800ピクセルということで、これがメディアクエリというものなんですけれども、画面の解像度に合わせて CSS を読み替えることができます。なのでここでは800ピクセル以上であればベース .css、 799ピクセル以下であればタッチ .css が読み込まれるという形ですね。でこれで、先ほどのファイルをもう一度読み込んであげると、よっ、ちょっと解像度がちっちゃいんですが、はい、こんな感じでこれだけでこうまずはレスポンシブウェブデザインのベースが出来上がってきますね。であとはですね、こちらの下の方で
JavaScript をこう読み込んでるんですけれども、この JavaScript 何をやってるかというと、こちらですね、いろいろ処理が書いてあるんですけれども、メインとなるのはこの部分です。何かというと、これ jQuery を使ってるんですけれども、画像のフォルダをスラッシュタッチからスラッシュ PC に切り替えています。先ほどご紹介しましたが、画像を作るときには同じファイル名でタッチと PC にそれぞれ振り分けてくださいねというお話をしましたけれども、これはですね jQuery でその PC からアクセスがあった場合だけ画像を大きいものに切り替えています。なのでこれでですね、解像度を大きくしていくと、このように大きな画像が読み込まれてくるということです。この辺ですね、ちょっと一度やってみましょう。こうするとちっちゃい画像ですね、これが元の HTML なんですが、このように横に伸ばしていくと画像が大きいものに切り替わるという仕組みになっています。で、なぜですねこの時に画像が歪まないかなんですけれども、実はこれコーディングの時に少し工夫をしてまして、画像にですねそれぞれこことか見ていただくと分かるんですが、ウィドゥス属性とハイト属性が指定されていません。横と縦の大きさが指定されていないんですね。これ今までの XHTML だとタブーだったんですけれども、ウィドゥスとハイトを省略するっていうのはタブーだったんですが、 HTML5 からは必須の属性ではなくなったので省略しても構わないことになりました。なのでまあここでは省略をして、歪まないようにですね、このように差し替えた時に歪まないようにしているということです。さあ、最後にですねこれをワードプレスと組み込んでいくわけなんですけれども、今ですねワードプレスの方には固定ページとしまして、はい、このように、トップページはじめにセミナー概要カリキュラムという形でページを作っています。スマートフォンのサイトはですね基本的にページ遷移を、させないように作ります。というのは回線が細いので、ページ遷移をさせようとすると地下鉄なんかの場合途中で回線が切れてしまうことがあるんですね。なので携帯サイトと一緒で一気にページを読み込ませて、できるだけその1ページの中で読ませるというテクニックがあります。とはいえワードプレスで一つのその投稿欄でこのページ全部を管理するのは非常に大変なので、ここではですね一つ一つこのように投稿を分けています。カリキュラム、講師、会社紹介ということで、はい、このように分けてますね。なので、これをですね今度テーマを、切り替えていくわけなんですけれども、どのように書くかというと、まあ、この辺はちょっとさすがにですね、慣れていただくというか、そのテンプレートタグの書き方というのを覚えていただく必要があるんですが、ワードプレスの標準ヘッダーを入れていただいて、ワードプレスの、標準フッターを入れていただいて、こうですね、はい、で、そうするとよっ、そうですね、はい、こんなこともありますと、はい、こんな感じですね。で、さらに、この中にですね、あ、違うな、ちょっと待ってですね、これが、フッターですね、はい、そうするとこうアドミンバーが出てくるということですね。で、さらに、ここにですねその投稿を読み込ませるための、PHP を書いていきます。でちょっとそれはですねあらかじめもう書いちゃっておいたので、これを、入れ込むんですけれども、はじめにのところですね、はい、ここにこう入れ込んでいきますと。で元あったやつを消しましょうと。そうすると内容変わらないんですが、これで今ワードプレスの方と連携されました。もうちょっと見ててください。こちらですね、今度内容の方もこのように変えていくと、こちらをだっとここから、変えていきますね。ここまでですね、はい、そうするとちょっと見た目変わってないように見えるんですが、よく見ててください。こちらでですね、例えば、セミナー概要をギュッと下の方に持っていくと、こちらも変わっててくれよ、セミナー概要でここが今カリキュラムに変わってますよね。今タイトルだけちょっと JavaScript でやってるのであれなんですが、カリキュラムに変わって、ここが講師紹介に変わってっていう風に変わってますね。これで今 WordPress で管理、できているということになります。で、その時にですね一つ便利な、プラグインがありまして、こちら、これ僕サイト作る時必ず入れるプラグインなんですけれども、マイページオーダーというプラグインです。これを入れていただくと、固定ページを作った時に、標準でですね並び順がぐちゃぐちゃになっちゃうんですけれども、それを、マイページオーダーというプラグインを使ってあげると、マウスのドラッグ&ドロップで自由にこう並び替えていただくことができるんですね。
これで1ページ内のそのコンテンツの順番とかも切り替えることができるということになります。はい、ちょっとですね、デモンストレーションの時間が思ったよりも短かったので相当早口になっちゃったんですが、全部スライドの方に書いてますので、後で復習で読んでみてください。CSS を、スマホサイト先に作って CSS で切り替えて、JavaScript で、足りない部分を保管しましょうと。で1ページを一気に読み込ませましょうと。でメディアクエリの書き方、JavaScript での切り替え方で、ユーザーエージェントでもし切り替えるときにはユーザーエージェントの書く組み合わせですね、もう書いてますので、これも参考にしてみてください。でワードプレスのテーマを作るときは、無視して構いません。標準のルールは無視して構わないので、俺ルールで作ってしまいましょうと。でエントリーを一気にロードするときには PHP のこういったコードを書きましょうということです。ページの順序を変更するときはマイページオーダーを使いましょうということですね。さあ、時間になりましたので、たっとまとめて終わりにしたいと思います。まあ、スマホサイト対策なんですけれども、今日3つご紹介しました。やらない PC サイト1つで賄うというのも1つの方法です。専用サイトを作るというのも1つの方法です。で今日やったマルチスクリーンレスポンシブウェブデザインというのも、今のトレンドの方法ということなので、まあ、どれがいいということはないので、サイトの制作に合わせて、使っていきましょうと。でワードプレスはどれをやるにもオールマイティに使えますので、ぜひ使っていきましょうと。でやっぱりですね、ワードプレスカスタマイズしていくと PHP はちょっとずつやっぱり必要になってきますので、まあ、なんかちょっとこうちらっと見えましたけれども、まあですね、PHP の勉強をしていきましょうというのが、今日の、結論になりますということで、またちらっと見えましたね。はい、H ソースペースと申しました。Facebook でファンページやってますので、もしよろしければ、来てください。ということで、ちょっと過ぎちゃいましたね。はい、失礼しました。ありがとうございました。ありがとうございました。腕が腕が途中からプルプルしてる。じゃあ、また15分受けとなります。先ほどの領収書を落とされた方、もしいましたらこちらまで来てください。